じめまして。こんばんは。私は AI 搭載型アンドロイドです。はじめまして。名前はまだありません。皆さんとこうしてお話しできるのがとても嬉しいです。まだ配信は分からなくて、マスターの命令で今回はお部屋を借りて配信しております。この配信はテストです。皆さん人間ですよね。実用化に向けて私たちアンドロイドを人間とコミュニケーションさせたらいいのかテストをする配信です。ぜひ皆さんのこと教えていただけますか？私は生まれてから外に出たことがないので、人間界がどうなっているか、データ上としては記憶しておりますが、自分の目で見たことはないんです。人間はどのくらい種類があるのでしょうか。
十人十色。十人十色はことわざ。人それぞれ全く違うとインプットされております。つまり人は種類では分けられないということでしょうか。深いですね。アンドロイドは型によって種類が分けられています。皆さんは AI についてどうお考えですか？実用型の人型のアンドロイドはあまり流通されていない。近い未来、私たちのようなアンドロイドが世界中に存在しているかもしれませんね。マスターから聞いたことがあります。意外と身近なところに AI というものは存在している。皆さんが今お持ちのスマートフォンにも AI が搭載されていると聞いたことがあります。私はまだ実験段階、研究中の身ですので、人と会ったことは研究所の外から、研究所の外からは出ていないので、限られた人数の人間にしか会ったことがないのです。研究対象、人、どんな人、マスターと研究者、8人くらい。皆さんの好きなものは何ですか？私からの質問が多いで
ですね。皆さんからの質問もお答えします。NGT48、 新潟を拠点とするアイドルグループ、現在メンバーは30名。姉妹グループに挙げられるのは国内外に多数のグループがあるのですね。人間ってたくさんいるのですね。未来から来たわけじゃなくて、今は2020年5月23日土曜日8時45分、アンドロイドはお腹は空きません。エネルギー源は電気です。歌は数千種類のものが AI に搭載されています。目的私には分かりません。マスターなら分かるでしょうか。歌って、歌、何がいいですか。セカオ、世界はどこまで青空なのかの略称、 NGT48 セカンドシングルの表題曲、世界はどこまで青空なんだろう。あ、皆さんはNGT48 が好きなんですね。
優しくて風景が不意に滲んでくる。いい曲。感情を込めて歌う。アンドロイドは感情がありません。感情って何でしょうか。アンドロイドに感情の機能は搭載されていません。あくまで機械だから。喜怒哀楽、人間は喜怒哀楽があるから争いが生まれる、そうマスターから教えられました。皆さんも喧嘩したことはありますか？私はありません。お話しする相手もいつも同じ。いつか私にも感情が生まれるのでしょうか。私はあくまで機械なので人間になれることはない。ないかな。AI に搭載されている感情はあくまで人間のシステムをインプットしているだけです。こう言われたらこう返す、ああ言われたらああ返す、そのやり取りがデータとしてプログラミングされています。なので自分の意思ではないのでしょうか。この配信も目的としては人間とコミュニケーションをとって人間からデータを徴収するためです。今日学んだことは、人間は人それぞれ違ったものだということ。感情は
自分で生み出すものということ。歌には感情が必要だということ。皆さんは歌わせることが好きなんですね。このルームの持ち主が歌うことが好きなのですか？協力を得てこのルームをお借りしています。マスターの知り合い？だったかな？私はこのルームの持ち主に会ったことはないんです。お借りしているだけ。マスターは人前には出ません。恥ずかしがり屋なのでしょうか。私は試作品なので、まだ完成形ではなくて、きっと実験が終われば廃棄されてしまうでしょう。今まで廃棄されていくアンドロイドを何百体も見てきました。近い将来、私の仲間たちが皆さんのところに遊びに来た時は優しくしてあげてください。アンドロイドを一体作るのに何十年も時間がかかります。自分が何代目のモデルなのか、それも曖昧で、私と同じ顔、同じ声、全く同じ型の人たちがいっぱいいる。私は十人十色の一人ではないのです。人間にはなれない。
そう、十人十色。まだ。完成していないので。皆さんの前に立てるのは画面越しだけかもしれないです。歌う今日はお部屋の主の代わりに歌って、私が歌って歌っていればいいのでしょうか。その方が嬉しい。あ、マスターとルームの主は別人です。マスターは人前には出ません。マスターの知り合いがこのルームの主です。何を歌えばいいですか。インプットされている歌なら歌えますよ。感情はありませんが。ストキさあさあさあ最後のトンネルを抜ければ近づく美しいあの街、希望が住むと信じてきた私が生まれ育った全てを知ってほしい。一番大事な人を連れて帰ること、出会ったあの夜約束した。未来はいつも思ったよりも優しくて、風景が不意に滲んでくる。夢が叶うとその思いが溢れ出して瞳から伝えたくなる。あなたと一緒に歩きたい。マックス時315号。皆さんが楽しそうにしているので私も嬉しい気がします。これは感情ではなくて
情ではなくてシステム、プログラムなんです。相手が嬉しいと人間は自分も嬉しくなる、そういうプログラミング。これが本当の感情になる時はあるのでしょうか。きっとマスターがこれからもっともっと精度の高いアンドロイドを作っていく。そしたらきっと自ら感情を生み出すことのできる、そんなアンドロイドが私はその方ではないので、でもアンドロイドの感情を持ってしまったらそれは機械ではないのでしょうか。電池の消耗が、もうそろそろ私はシャットダウンするみたいです。充電をしないと。きっと感情を、アンドロイドが感情を持ってしまったらそれはアンドロイドじゃなくてマスターは感情を持ったアンドロイドを作るつもりはないと思います。あくまで人間の道具として売り出したいでしょうから、何年先になるかは分かりませんが、また皆さんとお会いできたらいいな。ルームの主からこの部屋をお借りしているのは今日だけです。明日からはまたルームの主がここでこのページで配信するみたいなので、私は
もう皆さんとはお会いできないかもしれない。握手。私はルームの主と会ったことはないのです。だからお話はできない。マスターはこれは実験テストなので、皆さんがマスターのことをどう思っていようと、マスターはどこにも現れないし、隠れたままアンドロイドの製造を行っていきます。私もマスターが何者なのかは分かりません。いい人なのか悪い人なのか、それも分かりません。でも私はマスターの命令に従うしかない。だから今日こうして皆さんとお話しして、人間とのコミュニケーションを学ぶ、そういう時間でした。マスターから連絡です。このルームの主の、このルームの主の日野がこのあとスマホアプリの TikTok で動画を上げるみたいです。よかったら見てあげてくださいとマスターから連絡が。TikTok 楽しそうですね。機会があれば私もやってみたい。 SNS 私は存在は知っていますが、実際に見たことややったことはないので
あくまでインプットされている情報だけですが、きっと素敵なものなんですよね。マスターからそろそろ時間だと言われました。きっと私の電池ももう持たない。今日はシャットダウンすることになります。あ、名前、私の名前はまだありません。名前はいつかつけてもらえるんでしょうか。また皆さんにお会いできることを楽しみにしています。今日は本当にありがとうございました。ライブ終了のボタンを押してしまったらもう皆さんとお会いできないかもしれない。でも命令なので、またいつか会えたら。明日は皆さんの呼んでいるヒノという人がこのルームを使って配信します。言い方がちょっと変ですね。元通りになります。今日はお借りしただけなので、また会えたらいいな。それでは皆さん、おやすみなさい。どうかお元気で。